シャバの空気はうまいね。やっと出所できました。あー参ったね。どこで映ったか。田んぼのフェスティバルって言うけど、田んぼのフェスティバルでかかった俺だけやしね、参加者で。いやーコロナでした。5日間だから発症日が28とすれば5日間で9月2日まで稲刈りできないってことになります。まあいいかな、まあそれも試練ということで頑張ってみんなでやりたいと思って、みんなでってみんなにお願いするしかないんですよね。イエイ。おはようございます。土曜日天気は曇り涼しいですね。今日も買っていこうと思います。今日から、普通じゃないコシヒカリですね、を買っていきます。みんなに育てることをしています。隔離生活です。昔次男が住んでた部屋ですわ。何もないベッドだけあります。で妻が持ってきた晩飯全部使い捨てようになっている。まあこれまでも距離感あったけど、ますます距離感ができましたね。イエイ。はい、今日の朝飯です。はい、給食。まあ完全個室ですからね。いやいやいや、ここはエアコンがあって快適ですわ。はい、じゃあいただきます。稲刈り大丈夫かな。なんか全く LINE にも連絡も報告も何にもないっていうことは、きっと無事に作業してるんやろと思います。いい。あ、他にもいろいろと、まあ私のことですからいろいろとうろうろしてたけど、どこで映ったかって俺しかいないもんね。参った。まあ YouTube でもいろいろ皆さん書かれてましたけど、まあ息子とか社員さんの成長の大きなチャンスだったんじゃないかなとは思いますけど、いやでもあんまり喉は痛くなくてよかったですね。とにかくちょっと稲刈りはとにかく事務作業でちょっといろいろと私でないとできないこともやっぱあるので、日曜日のうちに全部済まして明日の稲刈りに備えたいと思います。まあ今日はリハビリかな。いい。これマットドライコンプレッサー、どうした？機器専用のドライコンプレッサー。うん、結構高級ねって。うん、わかる。いいやつ。うん、でこれを今ここに、これ、あ、取り出し口？取り出し口、まあ、つけて、つけて、で、あ、このほら、あー、そこのあれを、常時、向こうから引っ張ってこんなし、あれ圧力がないねってね。これ結構圧あれって、大きい。なるほどね。ちょっと際いもんな、やっぱあんだけ横にまみれやったわ。っちり詰まっとるやん。あ、だコンプレッサーで、そこにある、うちのコンプレッサーで、ホース伸ばして伸ばして、全然圧力ないから、きれいに取れんし、まあ、取り出し口つけとるやん。強力やつ。今これエアコンドライヤー、ドライ、うん、普通に除湿器、除湿器やん。除湿器で、ほんで空気密度ってほら温度が下がると密度が下がる。わかる、下がる。これ冷却しとるやん。そうや、すごい高級ないいやつや。で、あのオイルとかも全部ここで抜いて、すごい高級なあのコンプレッサー、どっか研究してるんですかね。で、まあこれドライヤー別にいらんかい、まあ、ドライヤーのスイッチ、うん、ドライヤーをちょっと、あ、切れるんや、一応切れる、うん、普通のポップスやつけど、うん、ドライヤーいらんから別に、うん、これらはやっぱドライヤーでほら切れない、うん、つけて、素晴らしい。はい、471 ゆめたくん大丈夫だ、ぶつけんかった。これあんまり出したらダメってね、あのしまい忘れたらゴーンってぶつけるから、これギリギリにしか出さんが俺もね。今マンダそんなに
今年の甲子園からあんまり長くないから、ちょっと、ギリギリ、10センチ出す程度。そうすれば、当たってもね、こう、かわして奥に入ってくれるんでね。皆様、分装があんまり出さん方がええよ。ギリギリでいいんやから。昨日さえ果たせばいいんやし。っていうことで、なんとか、今んとこ無事でござる。いや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 、大人さんもクラシックマシンで頑張ってます。ちなみにびっくりしたんやけど、 YouTube ファンから教えてもらいました。去年解放産業でオークションに出した467がなんとどっかの国でのコンバイン市場みたいなところに並んでると動画が教えてくれました。見ました。説明欄に貼っとくからみんな見てみて。おもろいわ。でも467のシールはそのままべったり貼ってあるから、もう三千と輝いとるね。あれはおもろいわ。世界中どこ行っても林農さんの林さん家のコンバインって分かるようになってます。イエーイ。今日実は消防団のポンプ点検の日だったんですけど、朝8時に、あんまり暑くならんうちにやろうぜって段取りしてあったんですけど、さすがに今日はあかんなということで、皆さんにお願いしてやってもらいました。一応ね、まだ出所したばっかりなんで、アルコールスプレー持参で歩いてます。これで触ったとこシュシュしながら、なんかみんな俺の顔見るとギョッとした顔するもん。そんなビビらんでもいいじゃない。わ、すげえ、すごすぎ。逃げてった。米倉庫ひねんかったら止まるもんね。うわ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 、強烈。うわ、逃げよう。さーて、なんか来週天気やばそうやけどね。やばいといえば俺もやばいよね。そりゃすぐ完全復活ってわけにいかんかったね。まあでもなんとか夢たこと2人でちょっとペースを上げて買っていきたいと思います。さすがに作業勢いの稲刈りがちょっと遅れてます。さっきお客さんに電話したら、まだ来んのみたいな感じで、そんな遅いって言われた。コロナで寝てましたって言ったら、ああさようかってことで許してもらいましたので、明日頑張って買って早くお客さんの腰刈りも買ってしまいたいと思います。いい。